ぜひですね岩田篤大学で一緒に勉強してまいりましょうよろしくお願いします こんばんは、岩田敦です。えー、最近ですね、ニュースお休みしてしまって大変申し訳ございませんでした。いろいろありましてですね、えー、なかなか更新できずにですね、皆様にご迷惑をおかけしてしまった、あるいはご心配をおかけしてしまって大変申し訳ございませんでした。いろいろなニュースこの間ございましたね。私の中で、まあ、良かったなと思うこともありましてね、えー、一つは、あの、 ヨナゴ高校ですかえーの、の、甲子園のね、えー、なんか、ヨナゴ高校じゃなかったかね、ヨナゴのお高校でしたね。あのー、甲子園になんか、あのー、出場を目指してですね、頑張ってたのが、 学校の関係者が一人、えー、コロナウイルスにかかってしまったというので、えー、選手たち関係ないのにですね、試合が直前になって終了になってしまって、まあなんか学生たち、高校生がですね、泣き崩れたというのがありました。まあ甲子園のですね、ぜひはともかくとしてもですね、まあその開催されるというものに目指して一生懸命頑張ってて、それがですね、やっぱりちょっと理不尽ですよね。だ,だって、 関係者って、選手の中にね、そういう人がいて、あの、これじゃ無理だっていうのはもう仕方ないというふうに思いますけれどもね。学校関係者って一体誰だよっていう話でね。これはもうなんかひどいなというふうに、多分これもう左右両翼別に問わずですね、あの、皆さん思ってたことだろうと思いますけれども、これが高校生が今ツイッターでね、あの意見を発信して、これのキャプテンですかね。あの、首相の方がですね、おかしいと。これなんとかしてほしいと。 いうことをね、意見発信して、で、それがやっぱり全国の皆さんにですね、あの、心を動かして、で、それで実際出場できることになったと。で、四那国と堺ですね、あの辺ですね、堺港とかのあの辺ですかね、あの、あたりのね、えー、ところ、今風光明媚ですごくいいところで私も行ってまいりましたけれどもね、なんか良かったなっていうふうに思いましたね。なんか最近、暗いニュースばっかりでね、ニュースって言うと悪いことばっかりあるんだなっていうふうにいつも思ってますけれども、あの、非常に明るい ニュースねこれは私は、あの、最近なんていうのかな、えー、暗い、世相に花が咲くというかですね、なんか、あの、良かったなーっていうふうにしみじみ思えた、まあもう、おっさんだからかもしれませんね。んか高校生頑張ってくれ、というふうに、えー、心から思いました。私、あの、野球も興味ないんですけれども、この試合だけはですね、ちょっと注目しておこうかなというふうに思ってます。えー、頑張ってください。どちらのね、あの、これ結果でね、もしかして負けるかもしれないんだけれども、でも、いいですよね。負けて、 終わりにななるんんら私はいいと思うんですよだけどもう出ることができないでねいきなりしかも自分たちとは関係のないところでですねあの何て言うのかなあ出るなって。 っていうね、あまりに理不尽なね、大人の対応に、いや、それに耐えるのが教育だ、なんてね、言われてもね、それは私は全然そうは納得できないし、もうそんなね、ことを、をを周知を受けてたらね、高校生たちがアナーキストかなんかなっちゃうんじゃないかと思ってね、すごい心配しましたよ。でもやっぱり、あの、良識ある方々がですね、対応されて、文部大臣も、えー、非常に迅速に動いたようでして、ねえー、これ本当に良かったな、というふうに思います。 さて、次は良くないニュースです。良くないというかですね、まあ、よく、国民の間では共有しておくべき事実ですね。それはですね、共産党は全体主義かということです。で、これはね、どういうことかというと、まずこういう経緯がありました。毎日新聞ですけれども、これまずニュースをですね、読み上げたいと思います。共産田村氏、全体主義とは無縁、国民玉木代表の発言に反論と。共産党の田村政策委員長がですね、 記者会見で国民民主党と連合、これ連合っていうのは、あの、組合のことです。あの、一番大きな組合ですね。の、えー、政策協定で排除すべき対象とされた全体主義という文言をめぐり、同党の玉木、えー、代表が共産党のことだと名指ししたことについて事実と違う発言だと強く否定した、えー。選挙協力など共闘への影響について言及を避けたということです。で、田村さんはですね、何を言ったのかと。 えー、いうことはですね、えー、その前にですね、えー、この、玉木さんはですね、何言ったのかというとですね、えー、国民とこの連合、最大の支持母体ですね、えー、が、えー、協定した、えー、ごめんなさい、政策協定ではですね、左右の全体主義を廃し、主権者意識の寛容を軸とした健全な民主主義の再興を力強く推進するという文言があるという えー、ここ、ポイントはですね、左と右の全体主義を排除と言ってるところがポイントであります。で、玉城氏が記者団に対してですね、全体主義というのは共産主義、共産党のことと認識していると発言したんですね。で、まあ、私、この玉城さんの発言はですね、半分正しいと思います。半分正しいっていうのはなぜかって言ったらですね、全体主義イコール共産主義ではないですね。 共産主義は必ず全体主義になりますけれども、後のお話ししていくように。全体主義っていうのは共産主義だけではないですで。例えばですね、あの、ナチスっていうのはありますけれども、ナチスドイツは間違いなく全体主義社会ですね。で、このナチスっていうものは、やっぱこれが右の全体主義なんですよ。で、左の全体主義って、これが共産主義のことを指すのは、もうこれは、あのね、もう、常識の範疇だというふうに思うんですけれども、だからね、あの、 え英文でね、なんか例えば読んでたとして、日本ではね、全体主義って言うとナチズムって出てくるけど、あの、例えばですね、ヨーロッパのね、文章とか読んでると、ナチズムコミュニズムっていう風に出てきますよ。あの、共産主義とね、ナチズムと共産主義っていうのは、あの、全体主義だよという風にして、全体主義、ナチズムコミュニズムっていうのが出てくるのが多いですね。だからね、あの、なんていうか、 全然、この、一般的な感覚で、むしろですね、共産主義が全体主義じゃないっていう議論の方がですね、それ、ど,どうしてって説明してと説明求められるのはそっちだというふうに私は思います。太陽はですね、東から昇ってですね、西に落ちていくという、これはも一般的でですよね。で、これ違うっていうなら、その人がですね、なんで違うのか教えてほしいというふうに思わずにはいられない。これぐらいのね、あの、自明の断りであります。 で、じゃあ田村さんは何を言ってるかというとですね、えー、日本共産党は一貫して自由と民主主義を求め続け、守り発展させようという立場を貫いてきた。すごい奇妙な,なんか解釈もあるもんだなと。共産主義はですね、自由と民主主義を求めて、えー、守り発展させようという立場を貫いてきたんとど,どこでですかね え戦前は絶対主義的天皇制という全体主義国家の下で18歳以上の男女普通選挙権を求めた。え集団的自衛権の行使を認認に求めた安全保障法制は民主主義の危機ということで市民と野党の共闘を呼びかけた。などと過去の行動を示し、全体主義とは無縁だと反論したう。ちょっとね、まあ私はこれ、全然これ説明になってないというふうに言います。で、さらにですね。 このについてまた後で説明しますよ。で、さらにですね、国民民主党に対して抗議するんですかっていう質問に対してはですね、報道を受けて私も共産党の立場を表明しているので、その後の経緯を見ていきたいというふうに言った。で、じゃあどうなったのかっていうとですね、今度はですね、4月19日のニュースになります。これは朝日新聞です。共産全体主義発言の撤回を要求、国民玉木代表にということで、ちょっと読んでみたいと思います。 共産党の小池書記長はですね、19日の会見で国民民主党の玉木代表が連合との政策協定に盛り込まれた全体主義が共産党を指すと述べた発言を撤回するように求めた。野党共闘に向けた次期衆院選の影響については玉木氏が撤回するか対応を見守りたいとした。 玉木氏は15日、立憲国民がそれぞれ連合をと締結した政策協定に入った左右の全体主義を廃止という文言をめぐり、全体主義は共産主義、共産党のことだと記者団に述べた。この点について小池氏は、我が党は戦前から軍国主義、ファシズムと戦い続け、民主主義と自由を何よりも大切にしている。全体主義とは対極にある政党だと反論。共産党全体主義と発言した、全体主義とした発言は撤回されるべきだと考えていると強調した。まあ 田村さんもですね、小池さんも言ってるのは簡単で、えー、共産党っていうのはですね、全体主義政党ではないよというふうに言ってるわけですね。これが本当なのかどうかですね。ただ、その前にですね、もう一個ね、情けないニュースを紹介しておきます。結構、頑張ったじゃない玉木さんというふうに皆さん思われるでしょこの、なんか左の全体主義である共産党とですね、戦うと。ところがですね、7月17日にはこんなニュースが出てるんですね。これは朝日新聞。 国民立憲に足並み、共産党との選挙協力、戦術的調整否定せぬ。んどういうことと思いますけど、国民民主党の玉木代表は、次期衆院選へ向けた共産党との選挙協力について、選挙戦術的な調整は否定しないと述べた。全体主義だって言っておいてですよ。その全体主義だっていうふうに名指しした政党とのですね、え選挙戦術的な調整は否定しないと。大丈夫かというふうに思いますよね。私はね、 あの、何て言うのかな。あの、自由民主主義社会にいる限りにおいてですね、絶対に守らなくちゃいけないのはね、反全体主義っていう基本的な姿勢だと思うんですよ。全体主義というものに対してですね、これを許してしまったらですね、もう我々の基盤である自由と民主主義体制そのものがおかしくなっていくわけですね。だから、もうこれは絶対に許しちゃいけない。 だからこそですね、共産主義っていうもの、あるいはあナチズムというものですね、これをですねあの、否定しなくちゃいけないというふうに思うんですけどでで、自分たちは共産主義は全体主義であるというふうに言っておいてですね、それと選挙的なですね、えー、と選挙戦術的な調整を否定しないと述べてる。これはね、やっぱりね、おかしいです。 うん。どっちかにしなくちゃダメですよ、こんなこと。もうはっきり言ってね、情けないと。いうふうに思わるにはい,いられない。だったら最初から共産主義はね、あの、前提主義だなんていう、まともなこと言わずに、あさっさとですね、愚問に下って、あの、共産主義者と一緒になんかやってればいいというふうに思いますけれども、でもね、 ここでね、一番ね、あの、まともなのは連合なんですよ、実はね。連合は共産主義とは絶対に一線を隠すと言ってるんですね。だから、ここね、ポイントなんですよ。連合って言ったらもう、いやもう組合だから左だろっていう風に思われるかもしれない。で、確かにね、まあ、それは私への基本的な考え方からしたら、えー、こう、リベラルよりですし、違うと。だけど彼らにはね、やっぱり、教示があって、それは共産主義とは違うと。 いう教授があるわけですよ。で、これは立派な教授でね、私は、その、なんていうかな、私は自分自身はですね、えー、保守ですよ。コンサバティブ。だけど、あの、リベラルの人たちでもですね、話し合うことができる、あるいはですね、その、そこと調整していかなくちゃいけないと思えるリベラルは、反全体主義を掲げているリベラルとはですね、これは話し合うことができるんですよ。だって、我々だってね、保守側だってね、ナチズムだっていいんだっていう人がいたら、それは問題でしょう。えー、例えばですね、 あの、今ね、日本で、やっぱりナチスのね、えぇ、ー、ヒトラーのやってたことは素晴らしいなんてね、そんなことを言ったらですね、だってこれ許されないですよ。 で、あの、とんでもないことをやったわけですよね。人類に対して。人類の歴史の中でおいてですね、共産主義、そしてナチズムがやったことっていうのはね、紛れもなく大量殺戮なんですよ。で、そういったことっての、ね、は許されないわけです。で、右の全体主義も左の全体主義も理念があるんです。理念と歴史観があるんですね。で、その歴史観と理念自体が根底から狂ってるんですよ。 で、これは申し訳ないけれど、本体から狂ってる。例えば、ナチスの場合はですね、もう全ての歴史をですね、人種によって読み解こうとするわけです。人種間闘争として読み解こうとするわけですね。で、最後はですね、ユダヤ人とアーリア人種だというわけですね。で、だから、この戦いでえ負けたら自分たちがやられると。だから、被害者意識持ってるんですよ、ナチスっていうのは。だから、自分たちがユダヤ人にやられる。 やられる前にやれと、こういう、ね、親はこういうことを考えてるわけですねで。こんなものはね、はっきり言って妄想なんですよ。事実に全く基づいてないんですね。でも、そういう歴史観に基づいて、えー、大量殺戮をですね、ヨーロッパのうちに置いてやったのがナチズムで、これはもう許されないというのは、もうこれ共通の認識と言っていいと思うんですね。同じようにですね、共産主義社会っていうのは何をやったのかっ 言ったらですね、今ね、共産党は、日本共産党はとあ言ってますけれども、共産主義っていうものは、実際にじゃあ何やったのっていうふうに見た、見たときにですね、一番最初に共産主義国家作ったのはどこかって言ったらソ連ですよ。で、ソ連はじゃあ何やったのっていうふうに言ったらですね、民主主義的なですね、民主的な手続きを否定して、武力によって権力を取ってですね、10月革命、権力を散脱して、で、自分たちの理念をですね、国民に強制したわけですよ。 あの、秘密警察を使ってね、圧倒的な暴力を使って、強制したわけですね。で、逆らうものをですね、すべて強制収容所に送ったりですね、この、殺戮したりした。ナチスが強制収容所を作ったのは、これは、先に、レイニンのこの体制を見てたから作ったんですよ。ここを間違えちゃいけない。そして他にもやった。何やったかって言ったらですね、自分たちに逆らうですね、民族に対してはですね、許さないと。そして自分たちが近代化するためにお金が必要だと。 言ったときに、ウクライナでですね、人工的に基金を作り出して、数百万人の人たちを殺してしまったわけですよね。で、これやったのはね、自由民主主義社会じゃないですよ。共産主義社会やったんですよ、これは。コミュニストの犯罪なんですよ、これは。それがね、共産主義はですね、そのなんか我々は自由と民主主義を求めてるとかですね、寝ぼけてもと言われてもね、これは困るわけです。で、このときね、あの、 フランスエリオっていう政治家がいたんですけれどね、ウクライナで基金、えー、を人工的にスターリンが作り出してですね、で、すべてをですね、その、外国に売って穀物を。 そして、えー、ヨーロッパ、あ、ごめんなさい、えー、ソ連のですね、近代化をですね、えー、工業のですね、工業化をね、急いだんです。で、その時にですね、エリオっていうですね、フランスの政治家がですね、ウクライナに訪れてですね、スターリンがでっち上げて作ったですね、豊かそうな村をですね、視察してですね、なんだウクライナであ、なんか人がなんか死んでるとか全部嘘じゃないかっていうのをね、見せられて、本当にね、もうみんな豊かだったって、帰ってね、大宣伝したわけですよね。だから自由主義社会っていうのはね、 あの、共産主義に対してです。自分たちと同じ社会だと思ってしまうから、まさかですね、それが、その、外一歩出たら全てがですね、飢餓状態にある中においてね、そこの地域だけ、豊かそうにね、子供たちまで配置して、ニコニコしてね、させてるような人工的な熱造の村をね、作るなんて、思いもしないわけです。だけど、その熱造の村実際にあって、で、それをね、フランスに戻ってから大宣伝したんですよ、そのエリオっていうのはね。 なもう本当にね、とんでもない話なんですけれども、これも共産主義ですよ。じゃあ、共産主義っていうのはね、レーニンとかね、スターリンだけの問題なのか、違いますよ。じゃあ、例えば、毛沢東っていうのがやったら、毛沢東はね、共産主義者でしょ誰がどう見たって。で、彼のこと共産主義者じゃないっていう人はいないと思いますよ。まあ、マオイストという言い方しますけど、共産主義の中でもね、共産、あの、毛沢東主義だという言い方できるけれども、根底にあるのは共産主義ですよ、彼の中にあるのはね。 で、じゃあ彼何やりましたかって言ったら、やっぱりですね、ここでもですね、愚かなことやってますよね。文化大革命だとかですね、それから、あの、自分たちの大躍進政策ですね。で、こういったことで逆らう人々を全てですね、弾圧した。で、これやってるわけです。 で、じゃあ、現代に目を転じてみましょうと。共産主義って何やってますか中国ですよ。中国が今何やってるかって言ったらですね、ウイグルにおいてですね、ジェノサイドと言われる行為を今行っているし、そして、香港においてね、自由と民主主義をですね、国がですね、全部統制していいんだと言って、自由と民主主義を奪った。これやってるのは共産主義じゃないですか。だから共産主義っていうのはですね、これ、全部ね、あの、これを俯瞰してみてですよ、歴史をですね、 あの、菅総理じゃないけど、総合的、俯瞰的に考えてね、共産主義者が自由と民主主義のために戦ってたなんていうことはね、これはね、ちょっとね、お政治にも言うことができないわけですね。だからまあ、それをね、な、何をね、あの、寝ぼけたこと言ってるんだというふうに思います。じゃあね、いや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 、世界の中で共産主義ってのはそうだったかもしれないけど、日本だけ違うという主張ができるのかどうか。え、例えばですね、まあこれ、あの、リベラルという病という私のね、あの、本の中で、この中で、 第5章に共産主義という幻想というのを書きました。この共産主義という幻想というふうに書いた理由はですね、これはフュレというね、フランスの歴史家が幻想の過去というのを書いてるんですね。それは彼はね、自分自身が共産主義者だったんです。で、それの反省に基づいて体調を書いてるんですよ。だそういったものをね、きちんと読まなくちゃいけないと私は思います。えー、例えばアーサーケストランなんかもね、ここでも紹介してます。彼も自分自身共産主義者だったんだけど、やっぱり共産主義の恐ろしさに気づく人間ですね。 例えばですね、もしね、あの、小説でね、あの、共産主義の恐ろしさを知りたいと思うなら、えー、私はお勧めするのはですね、ロシアで言うならば、えー、ワシーリー・グロスマンのですね、万物はルテンするっていう本が一番、あの、わかりやすいと思いますね。ウクライナ危機についてよく書いてます。で、そして、スターリン後期のですね、反ユダヤ主義政策についても載ってますね。それから、あの、中国についてだったらですね、 あの、ワイルドスワンっていうですね。まあ、これはね、ちょっと日本語について悪く書き,書きすぎて,いて、日本人としてちょっとなんかあれかなっていうふうな思うところあるけれどもね、やっぱり毛沢東って一体何なのっていうのを考えるとき、これはやっぱ欠かせないんじゃないかなというふうに思いますね。この2冊読むだけでもですね、やっぱり共産主義ってのは怖いなっていうのはよくわかりますよ。そしてまあ、あの、元小説だったらね、アーサーケストラの、ま、昼の暗黒っていうこれ言わない文庫から出てますから手に入りやすいと思いますが、このあたりをね、全部読んでいくということ。あるいはですね事実ベース で,ですね共産主義の恐ろしさを知りたいっていうのであれば、共産主義国書というのが出てますから、えこれはフランスでね、えー、研究者が書いた本でえ、これアジア編とソ連編しか翻訳されてないんですけれども、それの、あ,あります。私あの、あの、英語の本買ったら全部他のもの載ってましたね。で、これはいいです。ただ、翻訳されてなくてですね、共産主義を理論的に知りたいっていう人がいたらね、コアコフスキーっていう人のですね、あの、 マルクス主義の主要な潮流っていう本を読むといいと思いますね。だからこれぐらいはですね、まあ読んでみたらですね、その共産主義っていうのは一体何かっていうのがね、わかります。なんかね、言葉だけでね、それは当たり前なんですけどね、私は全体主義者ですっていう人はいないわけですよねで。今の時代にですね、例えばナチスがですね、出てきてですね、ナチスだってユダヤ人虐殺についてはですね、ちょっと控えめに言ってたんですよ。だからね、自分たちがやること全部言ってるとは思っちゃいけない。ただし、えー、彼らはまあ、そういう世界観をね、ところどころ表明してますよ。 例えばですね、この人間が人間じゃないというふうになるグロスマンの中を読んでみたいと思いますけどね。不能っていうのを全部殺し合えという話になった時、彼らを殺すためにはこう宣言しなければならなかった。不能は人間ではない。ドイツ人がユダヤ人は人間ではないと言っていたのとまさに同じです。同じようにしてレーニンもスターリンも不能は人間ではないと言っていたのです。これは嘘です。人間です。彼らは人間なのです。と。 これね、私はこれを読んだときね、どっかの、あの、山口二郎さんとして思い出しましたよ。人のこと人間じゃないっていうね。この思想が一番怖いんですよね。えー、例えばね、あそこの、ルワンダにおいて、あの、虐殺を行われましたけど、この時もねに、相手のこと人間じゃないって言うんです。人間じゃないっていうふうに言い始めたからね、もう何でもできちゃうんですね。これは恐ろしいことです。例えばですね、うん、まあ、レーニンのね、ことをですね、あの、はっきりこうやって書いてるんですよ、レーニンはね。自分の著作の中でね、プロレタリア革命と廃教者カウスキーっていう本の中で、 独裁の書くことのできない標識、独裁の必須の条件は階級としての作書者を暴力的に抑圧することであり、従ってこの階級に対して純粋民主主義を、すなわち平等と自由を破壊することである。いいですか自由と民主主義、自由と平等を破壊することが大事だというふうに言ってるんですよ。これが共産主義者、レーニンの発言ですね。えー プロレタリアートは、ブルジョワジーの抵抗を打ち砕かずには、自分の敵を暴力的に抑圧せずには勝つことはできない。いいですか自分の敵、ブルジョワジーを暴力的に抑圧せずには勝つことはできないって言ってるんだ。だから抑圧しろと言ってるんですね。そして、暴力的抑,抑圧のあるところ、自由のないところ、そこはもちろん民主主義はない。つまり、自分たちが政権を取ったらですね、自由も民主主義も敵対者に対しては破壊してしまえというのが、 地上で初めて共産主義社会をですね、えー、作った男の発言なんですよ。だからね、これね、もっとね、あの、なんていうのかな。我々ヒトラーのこと危険だっていうのはよくわかってますよね。ヒトラーのね、著作読んで今でもヒトラー万歳って言ってる人がいたら、それおかしいと思うでしょ私はヒトラー主義者ですとか言ったらおかしいと思う。 だけどね、私はニン主義者ですって言ってる白井聡さんとかね、その人のことをですね、なんか普通の人だと思ってるかもしれないけど、これ相当おかしいと思いますよ、私は。ニン主義者だって言ってることはですね、敵に対してね、暴力的抑圧を加えてね、自由と平等を破壊すると言ってるわけですからね。これをね、やっぱりね、あの、なんていうのかな、リベラルに入れることは私はできないというふうに思いますね。えー 他にもですね。これは別にですね、あれだけじゃないですよ。あの、レニーニンだけじゃないですよ。例えばマルクスもですね、えー、豪太公領批判の中にあってですね。 国家はプロレタリアとの革命的独裁でしかあり得ないと。移行期間。資本主義と共産主義の移行期間ですね。は、については、えー、プロレタリアとの革命的独裁でしかあり得ないと、共産主義のですね、えー、もう、大元であるマルクスが言ってますよ。だから、共産主義じゃな、もしですね、マルクスも否定して、レーニンも否定して、じゃ共産主義って言っと一体何人が共産主義なのかよくわからなくなってきますよね。少なくともですね、共産主義ってのはマルクス主義ですよね。だとするなら、マルクス自体がですね、まあのあ、言ってるわけですよ。 この、え、資本主義社会と共産主義社会の間には一方から他方への革命的な変化の機関がある。これに対応して政治的な移行機関もまた存在しているのだって、この機関の国家はプロレタリアートの革命的独裁でしかありえないって言ってる。独裁やるって言ってるじゃないか、マルクスは。なんでこれ認めないんだと。 ということですね。もう全然ね、あの、わけわからないんです。で、えー、共産党に関して言っておくとですね、なんか、非常にね、あの、嘘が多いですね、えー。戦前からですね、平和を一貫して求めてきた政党ですとかね、えー、そういうこと言ってるでしょでも違います。共産党っていうのはですね、あの、何をしようとしてたかって言ったら、彼らが自分たちの言葉で言うところの天皇制ですね。天皇制の打倒を目指してね、 武力革命をですね、目指していたわけです。だから、全然平和の政党じゃないんですよね。 大東亜戦争に反対していたと。大東亜戦争に反対していたと言うけれどもね、その、そもそもですね、国内に革命を起こしてですね、武力革命しようとしていた人たちのことをね、平和な政党って言うことできるのかと、これ、やっぱり皆さんもう一度考えた方がよろしいと思います。しかも、戦後においてもですね、50年代にはですね、共産党、今分派だって言ってますけれども、武装闘争の方針に舵切ったこともある。なぜか。 共産党っていうのは、今は違いますけれども、当時ですね、最初にできた時はですね、共産党っていうのは、日本共産党っていうのは自主的に自発的に自分たちで集まって作った政党じゃないんですよ。ソ連のコミンテルンの日本支部なんですよ、これは。だから、 スターリンからですね、命令されたら、それに従わなくちゃいけない政党だったわけです。つまり、自分たちで何かですね、日本を良くしようというふうに、なんか自分たちで作り上げていった政党じゃなくて、革命のやり方やらですね、党の方針やらといったものをですね、全部外からですね、あの、外って言ってもソ連からですね、いただいて、例えば32年テーとかですね、そういったものをもらって、それに従って動いてきた。 で、だから戦後もですね、朝鮮戦争が始まった時に、スターリンがですね、この広報格乱を目指せというふうに言った。これにこうする形で武装闘争に舵を切ったわけですよね。だから、スイタ事件とかいろいろ相乗事件ございましたでしょそして、 白鳥事件なんてのが最も典型的ですけれども、白鳥警部っていうのは殺されちゃったわけですよね、実際にね。で、これ殺したあのは誰かっていうろんなありますけれども、説ありますけれども、やっぱり共産党が殺したというのは最も濃厚だというふうに言われてますよ。で、そうやって考えてみるとね、彼らがですね、その平和を愛する政党だとかね、自由とか民主主義を愛してるだとかね、そんなこと言って全くのね、あの嘘、嘘 8時でしかなくて今ね、そういうことを言ってるわけですよ。ただ言ってる。でもそれはね、敵の手語理論とは、こういうのであって、敵がこういうふうにやったらこっちはこうしようというので、えー、今でも公安からですね、監視対象になってるわけですよ。これ危ないということでね。で、そういう政党がですね、全体主義であるというふうにね、言うな、言った、あの、この玉木さんのね、発言は、全然おかしくないし、これ自体は私は最もね、まともな発言だというふうに思います。ただしね、 そういうふうに認識しておきながら、選挙でのね、調整は可能だとかね、こういうことですね。例えば自民党がナチスとのですね、えー、この選挙協力は可能だとか言ったら大問題になるでしょだからね、それよく考えた方がよろしいというふうに私は思います。私はね、本当にね、共産主義というものの教 ふというものをね、あのー、日本人はもっとですね、共有した方が良いと思います。あの、20世紀を振り返った時にですね、戦争の世紀であったというふうに振り返られることが多いです。確かに戦争ありました。戦争で多くの人亡くなりました。で、それはもう二度と繰り返したくない。その通りで、それは結構なんだけれども、でもそれ以上にですね、恐ろしかったのは、実は全体主義の世紀なんですよ、20世紀っていうのは。左右の。右の全体主義であるナチズムね。 ファシズム。で、こういったものが出てきた。これも絶対に排除しなくちゃいけない。同じように、左の全体主義である共産主義も絶対に排除しなくちゃいけないわけです。このね、自由と民主主義のためにはですね、左右の全体主義を排除するという、これはね、私は欠かすことができないというふうに思います。と思っていたらですね、私の母校のですね、教員らしいんですけれども、小原隆之さんという方はですね、こんなこと言ってましたね。 共産党が伸びると、三下チンピラの類が、にわか覚えの知識であられもない反響を赤狩り宣伝し始める。思うのは、1、危機感深めてるんだな。2、それ、今時政治宣伝としてコスパ悪いぜ。の2つです。なんていうね、ことを書いてるんですね。まずですね、言葉遣いを見てみましょう。共産党が伸びると、三下チンピラの類が、にわか覚えの知識であられもない反響を赤狩り宣伝し始める。 三下チンピラ、ピチンピラなんてね。 使わないですよね、そんな言葉ね。で、こういう言葉をね、なんか平気で使う。自分たちとね、意見が違うというのであるならば、あ,あどう性算したチンピラの類だろうというわけですね。確かにね、マルクスもね、自分たちと、あのー、主張が合わないね、プロレタリアートのことを、ルンペンプロレタリアートとか言ってたんですよ。えこれは、あの、ナポレオン3世のことをね、あの、支持するプロレタリアートのことを、ルンペンプロレタリアートなんてね、言い方をしたんですね。えー、だから似てますよね、こういうね、なんかね、 この、なんていうかな、我々はリベラルで、平等が大好きだよ、とか言っておきながら、本質的にはね、自分たちの方が頭いいんだと、何言ってやがるんだというのがね、こう出て、えー、滲み出てしまうでしょ、この言葉遣い。このクソゲヒンなね、表現にね、出てしまうというふうに私は思いますね。 で、思うのは危機感深めてるんだな。いや、深めてますよ。それは共産主義が新調したら恐ろしいですから。それは危機感を深めてます。それは全くご指摘の通りということで、あの、100回に1回ぐらい当たるんじゃないですか、この人も言うことがね。で、2、それ今時政治宣伝としてコスパ悪いぜ、の2つです。コスパ悪いぜ、とかなんか若者ぶったつもりでね、なんか言ってるのかもしれないけど、はっきり申し上げて、こういう発言キモいぜ。 で、私は思いますね。あの、何を言ってるんだろう。政治宣伝としてコスパ悪いぜっと,とんでもない。政治宣伝とかそういうつもりで言ってるんじゃないと。共産主義は恐ろしいという歴史をですね、謙虚に振り返ってみた事実を述べてるんだって。これは政治宣伝ではありません。その歴史的な事実に対してね、謙虚に向き合わなくちゃいけない。我が国はですね、左右の全体主義というものから一線を隠すということを、これからもですね、ずっと え、保ち続けて自由と民主主義はいくらですね、あの、どんな意見があっても暴力的に抑圧したりだとかですね、そういったことを許さないというね、自由と民主主義を前提とした社会じゃなくちゃいけないというふうに私は考えますから、こういうですね、政治宣伝としてコスパ悪いぜとかね、あのなんか暴走老人のね、なんか若者ぶった、本当に非常に痛い、キモいというふうに思わざるを得ないね、こういう発言、やめてもよろしいんじゃないのというふうに思いますね。まあ、こういうこと言う自由はありますよ。自由民主,主義社会ですからね。ただね、なんか母校の 教員だとということで、非常に寂しく思いますでこれですね、三種とチンピラの類って誰なんだろうというふうに思ったらね、あの、参議院議員の音北議員のことなんですよ。で、彼も同じ母校のですね、出身ですからね。だから、まあ、なんか非常にみっともないなという気がしますね。なんかこの共産主義についてね、共産党とか共産主義っていうものは恐怖というものをね、 歴史的な事実に踏まえてね、申し上げると、それを賛したチンピラ扱いするのがね、母校の教員だったというふうに考えてみるとね、これちょっと寂しいなというふうに思わずにはいられませんでした。さてですね、今日のイソップ牛は、えー、申し上げたいと思います。なかなか面白い。47番、内臓を吐く子供。ん内臓を吐く子供ってちょっとよくわからない。え、読んだらわかります、えー。野原で生贄の牛を焼く人たちが隣人を招いた。 まあ、バーベキューですね。簡単に言えばね。バーベキュー。その中に貧しい女がいて、子供も一緒にやってきた。縁竹縄の頃、この子は延々と内臓と武道酒を詰め込んでいたものだから、子供にもワイン飲ませるというのがちょっとよくよくわからないんですけどね。えー、お腹が八切きれんばかりになったと。いうふうに、食べまくってね、ワイン飲みまくって、えー、内臓っていうか肉を食べまくったと。お母さん、内臓を吐くよ。というと、母親が答えて言うには、坊や、 それはお前のではなくて、お前が食べた内臓だよ。まあそうだなと。何を言いたいんだろうここっから先が面白い。借金をする人にこの話は当てはまる。他人のものはいそいそと受け取るくせに、返す段になるとまるで自分の懐から出すかのように機嫌が悪くなるのだから。 まあ、これはね、本当にそうですね。借金というのは、まあね、したくてする人ってのは少ないと思いますけれども、大変ですよね、なかなかね。なぜかと言ったらですね、もらうときはね、借りるときはそれはいいんだけど、返す段になってくるとですね、それが、あのま、まあ、もう、それは使っちゃってるわけだから、自分のものをなんか渡すような気分になって、で、そうするとなんか取られたような気分になって、それでなんか、お互い人間関係悪くなるということであろうというふうに思いますね。だからまあ、あの、なんていうのかな、銀行っていうのがね、あの、歴史的に 嫌われる銀行とか金貸しとかねの嫌われるというのはねこういうところから来るんだろうなというふうに思いますね。まあシェイクスピアのベニスの商人になってね見るとねこれは反ユダヤ主義のねまさにこのなんか差別意識が出てるんですけどまあただその金貸しがもうこのにぐたらしいというそれはうまくできてるなというふうな気はいたします。今後もですねこの番組を続けてまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。 またですねこの番組を続けていくに際してご支援を賜れる方は「下記の振り込み講座」よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。